そんなミツバチ売ってるんだよね。だからいうことでしょうね。これ緑パークあ、パークか。で、この食べるとこはこれを案内したらなかったのっけ。ソウルケーキこれか。え、ソウルケーキ、あ、ここか、ここ、うん、ここなら反対だった。満載です。出なかった、起きない。あ、20フランケフランケフランケンブルートとグリーンカレーこれ、うん、ご飯ってこんなですよ。お母さんミニリコビッチ持ってきてるんですけど、ものすごい量が来て困ってます。一つだけの横にこんなのがありましてね、こんな黄身になって、これの横にですね、これがなってるんですね。これ枯れてます ね、こういうこんなそれを密封するのが大変ですね。でもあ、綺麗です。うん、調べておくって、うん、火曜日に街に行くから。あ、牛がいてね、まだまだ薄化粧薄化粧肌が見えた。そのうち帰りは、ますごいです。冬じゃないわ。
クマはこれが大好物です。じゃあこのあるところに行けばクマがね、クマはとにかくベリーというベリーを今の時期はたくさん内陸のところに、ね、ですか、うん、これ浦島つり、ここにたくさんほら、あ、ほんとだ、うん、食べてみよう、これ食べても大丈夫なんですね。ブルーベリーは美味しいですよ。美味しくない。今つじ。ちょっと下噛みそうです。どこかで嗅いだことあるはずですよ。これ揉んでください。よーく揉んでください。葉っぱを特にこうやって。このところが。虫がブンブン来てカイカイカイ、わお、なかなかですね、ライトですね、うん、今日は僕らしかいませんね。ねえ、すごいですね。いっぱい積んでなかなか面白いみたいです。車を4駆にする、切り替える間にここを見れることになります。雨は上がってなかなか、サンドイッチも食べてベタベタと、あ、いい感じです。ならセーフ。ぐるっと一回東の方へ行ってからまた西へ戻ってきて、流行川に入ります。フランク安田たちはこのシャンダラ川沿いに南に下っていったそうですね。さらにこのカーターパスという峠があります。そこを彼らは越えて、そのビーバーという村まで。
巨匠1分経ちましたよってすごい綺麗ですね。3人でも漕ぎましょう。あで、お二人もあ巨匠いよいよなんか遠出を始めました。遠出僕また明後日通りますから。ってます、ね、素晴らしい。素晴らしい時のタイミングだ。わあ、向こうに雪が降ってるし、なんと素晴らしい景色やね。雪山がじゃんじゃん。まだこちらの標高では雪が降ってないんですね。うん、で、ここで実は氷河が見えてるんですけど、うん、今ちょうど雲に半分隠れてますね。ベア氷河という氷河があるんです。あの湖の端っこの真上です。ちょっとわかりづらいです。湖の端っこの真上。真上に氷河が見えてるそうですが、これかな、あれやね、多分。ちょっとお、いよいよ車も茶色くなってきましたよ。ここでこの間、7月にカヌーを浮かべて釣りをしました。へえ、すごい。さ、運がついてた。オカリブ走ってる。逃げていく、逃げないで、逃げないで。どれにいますか。渡らん。こっち見えてる？うん、まだ見えてる。やめた。周りにも素晴らしく興奮してた。ハウスさんのレンズが割れちゃった。あ、ごめんごめん。うん。周りの凄さに見ほ。
親子カリブ。あ、というかちょっと待って、2人とも若いカリブですよ。兄弟。兄弟かな。いや、これは近いですよ、近いですよ。ちょっと撮りたい。はい、ツンドラカリブ撮ってあげてください。どっかに群れがあったりして、あ、いい、止まった、止まった、逃げられたね。And the bend that you always see in the pipe is, it's called an expansion loop. Cold, hot. Come off to the market. お父さん。